皆さんおはようございます先月岡山津山市から新進五景塾の塾生が5人ほどロサンゼルスへ勉強に来られました見物に視察に来られましたそして先週は松永建材店の松永社長のインタビューに引き続き今週はリトフンイタリアンレストランのオーナーの方よりきさんにスタジオの方へお越しいただいておりますおいしいお話を伺いたいと思います ヨルキさん、ナイスとミーチュー日本でイタリアン料理って、はい、私はアメリカのイタリアン料理よりずっと美味しいと思いますけれどもはい、えー、そうですねあの僕も実はイタリアン方に年に1回あの世界選手権<う>ピザの選手権私も参加してるんですけども<う>手前でもスタッフと一緒に参加させてもらってるんですけども、はい、実はその本場のピザも食べさせていただいて、 でですね、あの岩谷先生とかお世話になって今回も前,前年から来させてもらって実はあのピザもいただいたんですけどもアメリカのピザも非常に美味しくてそれであの時点に参考にさせてもらっても何点かあるんですけども。はい、非常にごめんなさいあの、はい パスタの後、味付けの味に、うん、作り方にしても、日本の方は断然繊細で、はい、まあ。日本人なんかついつい、そう、はい、い繊細な、アメリカ大雑把、ども、はい、ども、どもとこんな感じですよね。はい、なん見た、見ただけでも、お腹がいっぱいって感じ。はい。あの、アメリカ。そうです。うん、そうです。あの、日本の場合も、そうなんですが、アメリカ、意外と、僕が勝手に思い込んでたよりも。うん、まあ、お店によるんですけども、結構新鮮なものを使ってたり。 まあなパスタもああるるそうででなないいのもももんですけどっと安いです食べてると思うんですけども <laughs>、えー、そういった形でいろんなお客様のニーズによっていろんなあの大きいお皿で出したりとか繊細、まあ、な料理で出すパスタもあったりとか非常に勉強になったというの,本当のところなんですけどもそうですねそういえばアメリカのイタリアンレストランでお皿が、はい、真っ白のお皿が大きくこでで、ね、真ん中ちょこんと高級なイタリアンレストラン、はい、そういうふうに。 あそうですね,ね、うん、どちらもあの文化で大きいお皿で皆さんでシェアして食べるっていうのもものすごく楽しかったり小さいお皿の、まあ、新鮮なものでしっかりしたパスタも美味しかったりするんですけども僕はどちらも楽しかったのでアメリカの文化っていうのは非常に勉強になってるっていうのが本当のところなんですけども。しししかしユリキさんはい、またどうして、はい イタリアンレストランっていうことを、はい、いつ頃始められたんですか。えー、しかも津山で。えー、そうですね。津山で。はい。津山行けませんけど。そうなんですよ。<laughs> あの皆さんご存知かどうかわかんないんですけども、はい、まあ岡山県の北の方に属している、まあどちらかというと田舎の方で、最初は僕創業なんですけどもさせていただいて、それで僕27歳までサラリーマンをやっててダッサラだったんですね。 ね、いやすごくないんですけどもともとそうですねもう全然サラリーマンやってて、まあ、料理とかも全然やったことなかったんですけども、まあ、最初15坪のお店からスタートさせていただいて今は5店舗あるんですけどもその時ご自分でクックしたりそうですね最初はもうあの、はい、やってましたもう粉まみれになって一緒にあのパスタをスタッフと3人ぐらいでのあのお店をやってたので切り盛りですか そうですね嫌いじゃなかったですね食べるのも好きですし作るのも好きだったですしあの一緒にあの仲間とやるのが一番良かったのでスタッフとそれが一番、ま、人との付き合いが良かったのでそれが一番楽しかったですね最初は創業なんですけども。でも辛かったこともあるでしょう。 そうで皆さんよく言われるんですけど、あのー、そんなに辛いとかは思ったこと実はな,いなかったりするんですけど辛いことも楽しかったっそうですねどちらかというとそちらの方が上回ったっていう形でまあ、はいですね、はい、そうここまでど,どうか分かんないんですけども、うん、まあたまたまアントレプレーナーの形になったっていうのがあの正しいかなと僕は思ってるんですけども,、はい、もう今では5店舗ですか そうですね今5店舗であの、まあ、こういった形でアメリカ視察とか来させていただいてあの今スタッフが頑張ってくれてるので今5店舗まで増やさせていただきました津山店が一等最初ですよね、はい、そうですね津山とあの岡山市内に行ってもう少し南に行った岡山の倉敷というと、はい、有名な倉敷に観光地のねはい。 一昨年なんですけども広島の福山というお店にそちらに出させていただいてあとは津山のお店に戻るんですけどもそちらにケーキショップが一店舗なんですけどもはいケーキ大好きでするきさんのフェイスブックでケーキの写真いつも見させてもう今でも飛行機乗って帰って食べようかなと思うぐらいいちごなんかすごい贅沢にふんだんにクロワッサンの中に取り入れてますけれども アメリカでも見たことも、みんなスライスしてるんですよね。一部、うん、はね、はい、日本でもスライスでも、丸ごとっていうのは珍しいですね。はい、あそうですね。はい、あの、まあ、手前どものお店っていうのは、デザートも売りで出させていただいてて。やはり、お客さんが喜んでもらうように、そこの、あの、まあ、原価っていうんですか、あの原材料は。まあ、その時のおすすめに関しては、まあ、ちょっと横に置いてですね。 喜んでもらう商品を作ろうっていうのが、あのコンセプトで、そういった形をフェイスブック等に上げさせていただいてるんですけれども。あの黄金島のデザートもありますよ。はい、もう本当に全部黄金島って感じで。<laughs> はい、それはやっぱり、あの、はい、高いことありませんか。そうですね。すあのそこは、まあ実際のところ本当は高いんですけれども、あの先ほども言ったんですけども。 まあお客様が喜んでもらえるっていう前提でそういったものを出させて頂い,いて、まあ、いろんな商品があるんですけどもその中の一つとしてデザートも非常に重要なポジションになってるっていう売り方をさせていただいてるんですけどもゆりきさんね、はい、日本のデパートデパ地下行けば、はい、あのケーキケーキコーナー一切れこんなちっちゃいきれいきれいんで、はい、高くて、はい、あれを見てると二切れも要は二切れ食べたまま1,000円。はい ななりりそうもものもありますよね、はいはい、よねりきさんのところは、はい、おそらくそんな高くはないと思いますけれども量は,大き、ね、量は大きくて、はい、だけどお値段はそんなに高くないって、はい、そうですね白井社長も来ていただいたと思うんですけどもあの、まあ、一つの例としてランチタイムであると、はい、まあ日本円でまあ1,000円前後で。 まあ、パスタのメインが選べてあとは、えー、デザートが3つつくんですけどもあとはピザが焼きたてのものがサーブしていって温かいものがワンピースずつ食べれるっていうのは食べ放題っていう形をさせて頂い,いててあのデザート自体はもう今その中のインクルードで入ってるので非常にリーズナブルかなと思うんですけどもでそれでいくらですか1200 <1, S 2> 円だったら食べますかね ピザ食べ放題、デザートも食べ放題、はい。一応三つか4つ,3つなんですけども、それに今の言ったあのいちごがたっぷり乗ったのとか、パンサついてて。そうですね。はい、それで千二百円、はい。そうですね。なんとかそれで。大丈夫ですか、うん。大丈夫です。なんとか今のお店保ってますので、<laughs> はい、大丈夫です。か。はい、あの次から次、今のところ、うん、中国地方ですよね。そうですね。富山の倉敷にもお買い求めない。そ,ね、そのうちやっぱり県外の方へ、はい、まあ県外 風山はまあ広島になりますよね、はい、そうです、ね、一応県外になりますもう少し例えば隣の神戸とか、はい、あの展開されていく、はい、あのそういうのを考えています、はい、実際のところはただその中国地方を全般になぜやってるかっていうのはもちろんあの隣接した近い場所っていうのもあるんですけどもやはり地域の方に根ざして喜んでもらって一つずつ増やしていこうっていうのがお店なんですけども僕の,あの考えですので。 それでいいきっかけいただければ神戸とか、もちろんアメリカも含めてですね、ぜひはい含めてあの挑戦はしたいとは思ってるんですけども、そのため去年も今年も一緒に来られて、はいねはい、お待ちしてます。はい、<laughs> 頑張ります。<laughs> じゃあコマーシャルの後、はい、またお願いします。はい、よりきさんね、あの根本的に日本 日本の、まあ、イタリアンレストランパスタとかピザにしても、はい、アメリカやっぱり違いますよね、はい、見た目は同じだけど、はい、食べてみたらやっぱり全然違いますし、はい、やっぱりその日本でのイタ,リアンレスイタリアン料理ってやっぱり日本人の口に合うような作り方とか味付けでしょうか、はいはい、そうですねあまりあの、まあ、本場イタリリアアだとしてアメリカの ピザの形っってていうか味付けもあって日本風には手前玉ももアレンジというかそういう味付けにはさせていただいてるんですけどもあの本当にあのアメリカのピザパスタ意外とあの僕は好きでですねガサッガサッガサなんですけども、はい、それをまあみんなでシェアして食べるっていう楽しみ方が一つなので、まあ、僕の考えなんですけども味はもちろんなんですけども。 あのみんなとあの食卓を囲んで、一つのお皿をすつつきながら。食べるっていうのは非常に楽しいのかなと思ってまして。そういうところで言うと、アメリカの文化、アメリカの食文化から。非常に学ぶところがあるっていうのは2年目にして。うん、まあ一年目から気づいてたんですけれども、そういったところを感じてます。今。うん、はい。他にどういう、例えば食べ物の面で、はい、あ、この食べ物だったら日本人は絶対受けるな、はい、っていうのがあります。アメリカ、そうですね。今おっしゃられた中で言うと。今あのカフェの。 文化でそうですねあのパネラブレッドさんとかありますよねあのオーガニックを使った要するにファストフードよりもま少しお値段高いのかもしれないんですけどもああいったえいい食材を使ってあ,のある程度の一定の価格で提供しているファストフードに近いお店っていうのは非常に僕は参考になってて今はたまたまイタリアンレストランなんですけどもそういったあのコーヒーの文化とかも学ばしてもらっているので。 まあ、ぜひ日本に帰ったら、うん、そういったものも出店したらいいのかなとチャレンジはしたいと思っているんですけどもそうですね、はい、今リトファンイタ,リイタリアのではコーヒーは一応普通のコーヒーですか、はい、そうですねあの普通のまあそれのオリジナルコーヒーなんですけども <laughs> まあ一種類しかないので、はい、それをまあ新しいそうですねそこにこだわりながら、まあ、今デザート部門もございますのでそれをまあ、えー、アメリカのいい部分とか。 あ、手前どもの、あの、ノウハウとかをミックスさせて。もっと、あの、お客様により近い。あ、美味しいっていうのか楽しい提案はで。したいなと思ってます。うん、やっぱり、あの、セントラルキッチンっていうのありますの。の、はい、はい、あります。ケーキを作っているところなんですけども。うん、はい。そうですか。あの、まあ。日本では、あの。今さっきおっしゃられたように、その。今。 今のお店ではデザートありピザありパスタありサラダありそのうちできれば一つんかコーヒー専門店じゃないけどコーヒーとケーキの専門店みたいなたコーヒーもいろんな種類のコーヒーがあるようなお店ですよね。そうでもおっしゃる通りでもう今朝のちょうどラグーナのホテル泊まらせていただいて朝もモーニング食べさせてもらったんですけどもやはり2人以上で来られる方も 来られれば一人で来られて本を読んだりしてくつろぐ空間っていうのがあったのでそういったところも含めてまあ今言われた新しい業態っていうんですけどもそれを作っていいいきたいと思いますそうですね、まあ、確かに日本にもスターバックスとか、はいろいろ進出してますけれども、はい、そういう大手企業じゃなくて、はい、地元の方が経営していらっしゃる、はい、その雰囲気のお店、はい もうなぜ私こういうことを申し上げますと先週松永建材店の松永社長もおっしゃられたようにやっぱ大手の人がいっろぱい,ろいろ入ってきますけれども、うん、地元の人たちは何を地元の人たちに提供すればいいかということを、はい、やっぱり大手にはない特色のものですよね、はいはい、そうですね。うん、あの私どもも そんななに大きくもないので地域密着ないしはもうその地域の人たちに密着して地域貢献もしたいと思っているのでそういった部分でその料理も含めていろんなものを提案したいっていうのとあのそれにちょっと付随するんですけど全然違うんですけどもまあクリスマスシーズンとかにですね私どもあのボランティアで個人とかに年に1回30枚ぐらい各店舗で全部あのプレゼントピザを させていいただいただり、うん、そういった地域貢献っていうんですか、まあ、私たちができる範囲であの一番最大限できることをやろうと思ってですねそういったこともやらしてもらってるんですけども今はいそれとあのよりきさんのフェイスブックで「はい、朝早くからお店の周りをお掃除する写真も」<laughs> はい、そうですねはいこれは <laughs>、はい、やっぱりお店にいらしてくださるお客様に気持ちよく入っていただくためにはい。はい 周りをきれいきれいにそうですね、あのーまあ、毎週1回会議もあるんですけども私もあの会議については店舗が複数ございますのでそれにはまあ月に1回は絶対出るようにしてその前に近隣の清掃なんですね実はなのでうちの店舗とはもとより周りの道を、まあ、スタッフ総出で掃除をしてそこからスタートしようっていうのでれれそうだよワンブロックって言っていいんですかね<ー> まあその俗にワンブロックですねすそこをみんなでやってるっていうのがあるんですけど毎週1回じゃあ隣近所の人もすごく感謝されるんじゃないですか、はいうん、そうですねしてもらってると思うんですけども、うん、まあ僕たちがその地域にあの一緒にやらせてもらってるっていうのがあるので、まあ、それはもう,いうまいぶ前から、ね、そうですね、うん、後から考えるとそうなるんですけども,、うん、もうこれも15年ぐらい前かなそれぐらいから始めてるのではい。うん もうこちらとしても当たり前になってしまっているので、うん、はい、そういったこともさせてもらっています。15年前からスタートされたビジネスで、はい、やっぱり岡山人口とか、はい、岡山人の口のそのテイストとか、はい、それもやっぱり変わってきてますか。そうですね。あのやはり変わってますね。うん、あの当初やってた売り方とは今提案の仕方が、うん、今のピザの食べ放題っていうのもお話したんですけども、はい、こういったものは当初はやってなかったんですけども、お客様のニーズに合わせて まあどちらかというとファミリーの方が来てもらいたいので、まあ、お子様が食べながら喜んでいただいてお父さんお母さんも一緒に食べてそのみんなでこうワイワイ食べていただいたら楽しんでいただけるような提案の仕方に変えてきてきますそうですねピザは自分の家で焼くっていうわけにもいかないし難しいでしょうから、はい、やはりお店に集まって、はい、親子おじいちゃんおばあちゃんも一緒に来てそうです、ね、もコいヒいあり,パスタあり 1> で、一人2 0 0円。そうです。大丈夫です。<laughs> はい、そういう。はい。でも、そういう形式を、できれば、やっぱりアメリカにも持ってきたいと思いますか。いずれ。そうですね。あの、うん、アメリカのビュッフェのレストランも、何軒か見させていただいたんですけども。あの、ちょっと、私どもやってるのと違うのがピザを焼きたてを、テーブルにサービスするっていう形なので。まあ、そういったところ、今のところ、あまりないのかな。 と思ったので、焼きたてをテーブルにサーブ。そうですね。あの石窯で薪で焼いたピザを手前どもは、はい、あの各テーブルにこうサービスしていくので、まあそういった売り方があんまりなかったので、そういったものはアメリカでも通用するかもしれないぐらいしか考えませそうです、ね。まあアメリカの場合、オーダーしてそしてできたものをもんとこうテ、ね、ーブルでそれでそれっきりですよね。そうですね。よりきさんのとかはそうじゃなくて、はい。 あの常に常にこう、はい、テーブル回って、はい、で毎回回ってくるたびに違う種類のピザが。はい で何枚いりますかってこう渡してまた次のテーブル行くでほぼ食べ終わる頃にもう一人のあの女性サーバーの方が来てまた違う種類のピザ待って何枚いりますかってこんな感じで回ってらっしゃるんですありがとうございます。でも説明していや私行ってきまして感動でした。アメリカにはまだないんですよねそやはりないんですかね。私見たことないんですよ。チャンスありますかね。ありますありますぜひはいそういったことも考えてるんですけどそうですか。はい。 お忙しいでしょうけど明日明後あさってで帰られます明日ですねお店5軒もあったら社長が早く帰ってあれしないといけないでしょうから体気をつけて元気で頑張ってくださいそしてアメリカに特にこのとりあえずオレンジカウンティに一点 あのここに書いてあるリトワン、イタリアの、これ、そうですレストランがあの早く来るように楽しみにしております。あの特に黄金島のスイーツ、それ持ってきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。